はい、今日はこんな日もあるよねっていう動画をお送りしたいと思います。女性には絶対やってくるもの、生理の日です。1週間前ぐらいからちょっとお腹が痛くなったりとかするんで、やっぱりいざ来ると体重いし頭痛いしみたいな感じでしんどいなみたいな感じなんですけど、生理の日は予定を入れないようにしてます。ウルナルナとか生理周期を見るアプリがあるんですけど、だいたいここら辺には、まあ、動かせる予定だったりとか、仕事の時はもうよっしゃ行くぞっていう感じで行くしかないんですけど、なるべくこう穏やかに過ごせるようにスケジュールを組んでおります。じゃないとね、いいパフォーマンスもできないので。だから今日は息子の習い事の送迎だけなので、ゆっくり夜ご飯を作って体を休めながら、そんな動画をお送りしたいなと思ってます。ちなみに2日目です。洗濯回しと我が家は子供たちの幼稚園の保育園で使うやつを乾燥機にかけるんだけども、私のね、下着とか洋服レントリー見なきゃいけないよとか、そういうものを集めるんですけど、よし。でね、我が家は今柔軟剤この白使ってます。めっちゃいい匂いで、ホワイトリリーの香りで、一番最初に使い始めたのがブルガノ納税であったんで、なんか試しに買ってみようと思ったらめちゃくちゃいい匂いで、もともと白のボディクリームとかはギフトとかでもらったりとか、お誕生日プレゼントとかで結構もらったりするので使ってはいたんですけど、この柔軟剤にしてからめちゃくちゃなんかもう生活の質が上がる的なやつ、本当にいい匂いで、なんか洋服着るだけですごく幸せな気分になって、本当はね洗剤まで行きたいんですけど、うちは肌が荒れてしまう時もあるかもしれないので、エコストアの無香料の分を使ってそれと組み合わせて洗ってます。それだけでも、柔軟剤だけでもすごいいい匂いするし、優しく洗いたいものとかは生理中とかはデリケートゾーンが痒くなりやすかったりするので、そういう時は柔軟剤除いたこういう優しい洗剤だけで洗うようにしてます。これは変えられないなということで、いい柔軟剤ないかなと思って探してたら白がぴったりだったって感じですね。よし、手を洗濯いってらっしゃい。というわけで、ここでね、洗濯物を昨日の夜から全く片付けられてなかったものを片付けていきます。コーヒーなんか飲んでね、無言でやってんのが楽しくないから。よいしょ。ネットフリックスでドラマ見ながら寝ますか。私1ヶ月間新居に引っ越してきてからインターネットが通じてなかったんで、携帯のギガだけで生活したんで、ネットフリックスをテレビで見れなかったんですよ。1ヶ月間でなんか見たいものがいっぱい増えてて、何を見ようかな。昨日見始めたのがミスナイト、ミスデイ。ちょっとつけていきます。お腹が痛いんですけど、痛みレベルで言うと10段階中の痛み的には4でも、体のだるさ的には7。お腹の痛みよりも体のだるさが勝っちゃってて、なんかって感じですね。これを見ながら、洗濯畳み終わったんですが、こういう日はちょっぴりゆっくりしながら過ごしましょう。さあ、寝ごろんってしてみますか。朝、私が身支度をしている間に子供たちが遊んでたおもちゃですね。長男ジュン君は結構お片付けして出てってくれるんですけど、なんせシーシーがまだ待ってられないので、ほんとギリギリまでこのおもちゃとかで遊んでて、じゃないとママ抱っこ抱っこ抱っこってなって私は身支度できないので、1、2個を片付けるんですが、ちょっとした残りの分を片付けですね。なぜかこんなところにアンパンマンのカレーが、よいしょ、なんでこんなところに石、なんでだろう。本当に体のだるさとか食洗機の中が残った
嫌な予感してきた。昨日もしかして洗剤入れてなかった？もしかしたらそうかも。いつもと洗い上がり違くて、やっちゃった。なんか汚れ落ちてないと思ったんですよ。今日じゅんくんのお家のセット作る時とかも絶対そうだ。わー、汚れ取れてないなと思って洗って入れたんですが、食洗機があることによってだいぶ助けられてるので。私基本的にパパが土日試合だったりもするので、土日はワンオペなんですが、生理の一番重い私は1日目2日目とかなんですが、それが土日じゃなくてよかった。とりあえず平日だったら自分のペースで動けるし、それだけよかったなぁなんて思いながら今日過ごしてます。どんどん詰めていきます。完全な、さっき洗濯もパパッと干して洗い物もやって、昨日のうちに肉だから魚の安い日だったんで、今日のところはやってあって、しかも今日はパパが夕方以降に収録があるということで、練習後にもお仕事があるので、夜ご飯は一緒じゃないので、今日は子供たちと私の分だけ作ればいいので、少しちょっと助かったなっていう感じがあります。気になったかな、どうかしら。午前中やらなきゃいけない片付け系は終わりました。休みます。お仕事の確認のこととかが来てるので少し確認しちゃいます。お昼ご飯です。こういう体調の日、貧血っぽくもなるのでしっかりめに食べます。生理中とお腹がめちゃくちゃ減るんですよ。なので1回の量を少し抑えめにしながら、といっても結構今日ご飯の量あるか、まだドーンと食べたいんですけど、まずは野菜でちょっとお腹を満たしてから、ご飯もの、そしてお肉もねちゃんと乗せていただきたいなと思います。簡単ご飯です。おかひじき固まりすぎてて、やばっ。ご飯多かったかな。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。ご飯多いかななんて言いながらちゃっかり完食でございます。今日は子供の習い事がある日なので、しかも夜私が子供たち全部ワンオペの日なので、もう夜ご飯までこの後の体調次第で、こういう日って頑張りすぎちゃうと夜まで頑張れないというか、もう夜になるとクタクタすぎてできなかったりするんで、今考えてます。この後の体調次第ですかね。来ました。頑張っておうちご飯をします。言っても今日はね、子供たちと私だけなので、メニューとしてはさっき私がお昼に食べたそぼろを昨日の夜時間のある時に仕込んでおいたので、そぼろとサラダと、もう一つブロッコリーとしらすのちょっぴり煮たもの作っておけば、習い事行った後もちょっとパパって出せるかなと思ってブロッコリーを作ります。帰ってきました。急いで夜ご飯作りです。ご飯作ろうと思ったんですけど、シーシーがちょっとご機嫌斜めで抱っこらしいです。シーシーテレビ見てられる？お兄ちゃんのゲーム。シーシーはテレビお母さんと一緒でなんとかご飯作れそうです。ちょっとだけ準備していきましょう。こちらがじゅんくんご飯です。こちらがシーシーご飯です。いただきます。だってシーシーいただきます。したせーの、いただきます。いただきます。あれいただきますわ。やった。いただいただきます。いっぱい食べてください。いた。行く？一緒。くら入ろ。お風呂上がりにじゅんくんがお勉強中です。数字を書く練習で。なぞってまーす。みんな、てくてーん。てくてっ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 てーん。えぇー。ただいまだって。おかえりは？
だ。じゅんくん今頑張って勉強してます。うえ、パパが帰ってきてから家事が片付けます。パパが帰ってきたらすぐ寝るはずないですよね。だからパパにも寝てないタイムです。PK 戦ママ対ジュン、ピピー、出たー、ゴール。はい、というわけで子供たちのことをして今パパが寝かしつけに行ってくれてます。この後どんどん片付けしていきます。お風呂も入って夜ご飯です。いやだ、後ろでユージさんが食べてる布団のさ YouTube じゃないんだからやめてくれない？どうにかしてくださいこの人。ここにふるさと納税で頼んでおいた福岡名物になってですね、くるくるするやつを私は常備しております。そしてこちらもふるさと納税で頼んでるビールなんですけど、今日のテーマ何か知ってる？私気持ちとってんだけど。テーマ焼き鳥の歯ごたえ。今日ね、生理でお腹痛かったから体調悪い日の私は一日こうやって過ごしてるっていうやつをね回してたのにめっちゃ元気そうじゃん。今日そうんすごいね、秋の YouTube って。なんで？食堂でご飯食べてたら、うん、俺食べ終わってスタッフの円卓があったよ。うん、萩原さんから「えユージの奥さん YouTube やってんの？」って言われてさ。監督見てた？見てるか知らんけど、知名度やばい。秋山監督が私の YouTube の存在を知ってくれてました。デリ中にビール何ぞやと思われるかもしれないんですけど、うまや、うまやと思うけど、今ゆるーく妊活中だから、一応ほんと生理中とか絶対妊娠の可能性ないみたいな時しかお酒を飲んでないんです。なるほどね。というわけで今日一日を撮ってみました。体調がそこまでまず良くなかった動画なので変わるところ悪かったと思うんですけど、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。おやすみなさーい。